第62回カンヌ国際映画祭は2009年5月13日から24日に開催された。アイズ・ワイドオープンチームイスラエルコンペティション部門の審査委員長はフランスの女優イザベル・ユペール。オープニング作品はピート・ドクター・ボブ・ピーターソン共同監督のカール・ジーさんの空飛ぶ家でアニメーション映画及び 3D 映画として初のオープニングプログラムとなった。 コンペティション部門では20作品が上映されたが、ほとんどはベテラン監督による作品であった。開先期間中の19日には、フランスの電力会社 EDF のストライキにより、電力供給がストップするという事態も起こった。日本からは、これ枝広和監督の空気人形がある視点部門で上映され、日本、アメリカ、 韓国合作によるアロン・ウル・フォーク監督のザ・ハリマやブリッジ、ハリマや橋がマルシェで上映された。また、コンペティション部門で上映されたギャスパー・ノエ監督のエンター・ザ・ボイド、イザベル・コイシェ監督のナイト・東京・デーも東京で撮影された作品である。また、河瀬直美監督に厚労賞である金の馬車賞が贈られた。パルムドールを受賞した白いリボンの キャストスタッフコンペティション部門の審査員、ありがとうございます。